どうも、キスケです。今回はこちらの変身未来ご飯を使っていこうと思います。こちらね、なんか強いらしい。貫突状態のステータスがこんな感じですね。まあ、変身後から見ていくか。これリミットあったっけ？ないよね。はい、変身取得キャラクターとなってます。こんな感じ。まあ、射撃の攻撃力が、まあ、むちゃくちゃ高いですね。28万、これは相当高い部類に入ってると思います。そして未来タグをもちろん持ってると。で、何が強いって言われてんのかっていうと、これ属性相性不利を無効化する30カウント。これロゼと一緒のカウントっすよね。こんな長かったんや。ロゼってさ、すごい長く感じたけどさ、まあ、それと同じカウント、属性相性不利を無効化してくれるっていう、これは相当いいと思います。10カウントで使えるもんね。で、まあ今ちょろちょろっと流行ってる、人造人間、まあ21号かな、21号も流行ってるし、パーフェクトセルも流行ってるんで、まあ、それに対してこう火力が出せるっていうユニークアビリティはいいんじゃないかなと。プラスラスワン性能もあるということなんですよね。いや、ほんまに人造人間今の環境結構入ってるじゃないですか。再生パーティーにしろ、人造人間パーティーにしろ、まあ、ワンチャン女戦士パーティーとか、21号とかパーフェクトセルなんてもうしょっちゅう見ますよね。だからああいうキャラクターに、まあ、上から殴っていける、まあ、そういう性能が、まあ、強いと言われてるんじゃないですかね。はい。そして交代、強制交代も持ってると。この10カウント延長も相当強いですよね。めちゃくちゃ長い、20カウントぐらいになるんで、まあ強いって言われてる理由がわかるかなと思います。はい。ということで今回使っていくのが、おい、未来パーティーになります。で、青色いないんですけど、まあいいんじゃないですか。ちょっと未来パーティーで青色出すってなると、あのトランクスしかいないんで、そんな強い動きができないんで、それやったらもうがっちりと固めてあげた方が強いと思うんでね。はい。で、まあ、相手に人造人間いなければ、まあ、このリミテッドベジータ使ってあげればいいんで、わりかしその、なんていうの？こう柔らかく動けるというか、ちょっと言葉が出てこへんかったんやけど、柔軟に戦える、まあ、パーティーだとは思います。はい。基本的に黄色、赤、緑。で、相手のパーティー見て紫。悟空ブラックも貫突状態やったら、多分まあそこそこ戦えるとは思うんで、防御タイプなんや君。まあサイヤ人に対しても特攻あるんでね。はい。てな感じかな。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。再生パーティーですね。まあパーフェクトセルにこうぶっ刺していければだいぶ強いかなと思うんですけど、まあこれでいきましょうかね。まあ21号おらんけど、刺さるときは刺さるでしょう。お願いします。さあ、初手は出し負け。おい、パーセル出てこうへんやんけ、びっくりしたわマジかよ。再生パーティー使っててパーセル使わんってことあんの？なかなか珍しい感じで来ましたね。通常で返されていく。まあ変身しどくなんで変身しちゃいましょうか。おい、ガノン、よし。まあこっちでいいや。はい。色的にはロゼをちょっと大事にしたいか。ロゼを大事にしたいですね。 OK。いやー、ありがたいよ。結構やりやすい。タックル、射撃入れてと。まあ時間稼ぎますか。いやー、びっくりマーク出とったらもうぶっこんどってんけどな、ライジングラッシュおう、残念。はい、射撃通常で返してあげて間に合っていく。さあどうする、これキャラチェンは。ああ、しない。ほんじゃもうライジングでいいや。ああ、射撃でちょっと火力稼ぎに行くか。これ落ちるかな。いや、当たったら落ちるか。よし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 、
射撃じゃなかったら俺打撃選んどったからマジでよかったわ。オッケー、魔人ブー落としていく。これ美味しいよ。全体回復どっか行ったのマジででかい。おお、通常で返しといて、タックルカモン来ないか。大丈夫、ちょっとラグいけどちょっとラグすぎるけど、まあ大丈夫でしょう。うん、気力奪われる。ライジング、まあこれはしゃあないか。なるほど、全然人造人間に刺さってるところ見せれないっていうまあまだ試合は残ってるんでね、はい、こう動きたいということで射撃でぶっ込んだろ。おわマジ、いや食らうしかないですね。まあ回復あるんで大丈夫っちゃ大丈夫だとは思うんですけど、まあ心配なのがちょっと麻痺。うん、麻痺はね超高速運ゲーを加速させるゲームなんでほんまに。 OK、 よし、このままぶっ込んで、まあ時間稼ぎとかえっか、救急カーツ打つか、行ってこい。フルパワーで行きましょうか。やばい。でこれ開幕射撃で時間稼ぐ。これ打ったことになってるよね通常。ああダメか。はい、OK、 まあちょっとの間粘るか。気力いい感じに溜まるまで奪ってくんだよなあいつ。はい、おー怖いね。 OK、 じゃあこうして射撃、特殊打撃究極かな。はい、このままいきますいや硬いな。で怖いのがネイルの落ちバフが乗ってるんで、これ非常に怖い。1対2やからって油断したらもうすぐ終わる。 OK、 ありがたいですね。これはすごく試合展開を楽にしてくれてる。でなんとパーセルの瞬間移動がまだ残ってるっていう。 OK、 よし、対戦ありがとうございました。変身ご飯とは一体。さあマッチングしました。再生パーティーですね。人造人間いますね、まあ、なんかやっぱいるよねそりゃパーセルいつまでおんねんって感じやけど、まあこれでいっか。お願いします。さあ初手は出し勝ちしていく。おお、人造人間2体いるね、ありがたいですねこれはねOK、 まあまだね無理やけど。はい、いや違うな、これパーセルで殴ってよかったな。瞬間移動を使うんやったら使ってもろたらええしね。射撃射撃、ああうまいまあ普通っちゃ普通かもしれないですけど僕は回避読みが絶望的に下手くそなんでうまく感じますね。はい、避けて変身して、おっ通常打撃か。 OK、 マジ、まあこれは瞬間移動使うしかないな。はい、さよならさすがにラッキー。いやー今の避けたらよかったけどな。まあ特殊アーツでいく、火力重視でいってみるか。ちょっと避けられたくないよここは。よし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 、ここはすごく大事なライジングラッシュです誰に解説しとんねんって感じだけど、よっしゃあ、受け取せる、落としていく。いいよ。あれ、これパーフェクトセルが強い動画ですか、もしかして。もしかして、もしかして。そういう感じですか。ほい。有利属性って何ぞやって感じやからね。ほんまに。タックル行ってみる。あかん
これさすがに落ちるやろ。うん、残念。まあちょっと特殊圧で、はい、打撃必殺圧ぶち込んでいくか。いやー残念やな、マジか。はいはい、嘘、俺これ絶対波長合わへんねんけど。マジかよ、俺が通常出すときに絶対打撃圧来るからな。見てんのかよっていう感じやわ。毎回そうなんですよね。はい、ラッキー。なんかそんな気したわ。打撃、打撃、打撃、横捨てタックル。あ、よし。まあ特殊圧ちょっと持ってく。はい。マジか。まあまあでもこっから攻撃がつながらないっていうのは唯一の救いかな。うん、さあベビーはそこまで火力高くないので多分大丈夫だと信じたいんですけど、相手回避したっけ。してないよな、キャラチェンしただけよな。はい、いやーこっからロゼどうやって頑張るかって感じやな。もう厳しいぞ。もう厳しいぞ、この立ち回りやと。いやライジングで確実にどっちか落としてとりあえずね。タックル来ないか。オッケーって、さあここよ。はい、まあ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 平均ですね。はい、さあ近づいて威力ブーストしながらライジングいっちゃいましょうか。よし助かる、この2発目のライジングはマジで助かる。打撃打撃ですね。よーしよ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 し、これはでかい。さああとは相手のライジングを、赤色で受けるだけという感じですね。はい、まあでも相手ライジング打ちづらいでしょうね、ものすごく。はい、入るやろ。あ、無理か。俺かかってこい。よいしょ、微妙。これはダメですね。アベレージ980ぐらい欲しいな。さあ必殺圧、よいしょ。勝った、マジで勝て。くっそ、やべえこれ。ライジングあとこいつだけや、マジ。はい、通常で返して OK。 絶対持ってんだよなライジング。いやーこれさすがに残りの火力じゃ無理ぞ。必殺アーツとか引いたら分からんけど、さすがに無理よね。潰して、いや無理だ、ライジング読むしかねえわこれ。確実に持ってるからね。あれマジで。はい、これは美味しいな。なんでや、運ゲーにしたくなかったんかな。いや持ってなかったのかそもそも。 OK、対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。劇場版パーティーですね、やっていきましょう。まあこれですね、お願いします。さあ初手は出し勝ちしていく。おお。マジか、はい、いやマジ粘るね、パワーチェンしない。なるほどね、まあ別にカバチン外しなくていいっちゃしなくていいんですけど、ちょっとバニシングなかったからしたかったっていう感じなんだよな。はい、まあこのまま殴っていくか、そこはしていくんだよ。いやーいいぞこのドラゴンボールワンサが集まる感じ、いいっすよ。はい、打撃で変身してた。
気力も回復していく。この気力回復やっぱ強えな。うわマジか、今の打撃あっても僕の反応速度で無理でしたね。いやーやべえやべえ、フルパワー傍若がもうとんでもねえ。あ死ぬ、ああよかった、おしこれはうまい。じゃあ属性相性を無効にして、でここでちょっともう飛ばそう。ああなるほど、フルパワー傍若でいきたいと。はい射撃勝ち合うか、よしこれでかい。じゃあパーセルかな、ドン、いい火力、はい、いいよ悪くない。いやこの火力いいよ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 。ボジャはまだ帰ってこへんぞ、来い、来ない来ないんです来ないんです。アーツカードドロー速度が欲しかったっすね。はい、あなんであれ、うわマジかよ、あれなんかね、すごい言い訳に聞こえるかもしれないんですけど、回避がね入力されてない時があるんだよな、必死にこすってんのに。いやーそれはなえるな、耐えるはずもなく、はい、通常で返してはいんじゃね、よしオッケー。いやでもまあ取り返したっちゃ取り返したか、避けて通常打撃射撃、あーラッキーすぎ、うますぎる。特殊でいこうか、特殊打ったばっかやからないやろって考えてくれへんかな、甘すぎ。はいはい、よっしゃナイス。さあ、あとはフルパワー傍若1人、こいつ1人なったらもう何にもできないんでね。うん、いやグリだってミゼロで仲間放り出すことぐらいしかできないんで、はい、いやもうここはパーフェクトパーフェクトパーフェクトセルでがっつり粘って、はい、ライジングを回避するだけかな、うまい。うん、いやーどうしようかな、これがあれですか、俗に言う手こぎブーストってやつですか。はいはい、さあ究極アーツ気絶引いてくれたら一番楽。最近ね僕パーフェクトセルの気絶引大前ありがとうございましたはいマッチングしました、合体戦士パーティーやっていきましょう。まあスーパーベジットにこう属性相性無効でがっつり殴っていこうかなと思います。いやでも赤ベジット重赤ベジットが重すぎ、まあええかこれでいくか、お願いします。さあ初手出し負け、あー開幕タックル嫌いやわ、マジで嫌いや、青色いない、うん、オッケー、さあがっつり殴っていきたいですね。おい、うわもうタイミング悪すぎ、タイミング悪すぎ、抜けて、はい、さあ変身通常打撃打つか、あーマジ波長割っていく、オッケー、さあようやく俺のターンになっていくよ、さあ必殺アーツ、これさ相手がキャラチェンしてもこう体力回復するっていうのはいいね。通常よし、いやー間に合わないのか残念。うんーまあでもパーセルいるからライジングは打てないでしょう、あー固められちゃう固められちゃうよ、はい、ライジングかな、
いや、もっと早い判断が必要っすね。いや、落ちるなら黄色です。いやどうかな。はい、ラッキー。こういうことがあるからもう神ゲーなんだよな、このゲームは。本格超課金運ゲードラゴンボールレジェンドですからね、このゲーム。あ、特殊でいこうか。じゃあお互い選ぶアーツは特殊。よし、落ちへんやろ、カッパ。何食うたらそんな型なの。通常で返してと。OK。 じゃあ属性相性向こう使って殴っていこう。よーし、バカめ、やらさせていただくぞ。こういう感じかな。予約アーツはすごい楽。おい、消えてろ。ユーグガーツ。あえてバリア使ってないから気絶あるぞ、普通に。引いてくれ。頼む、気絶を引け。うわ、最近マジでパーセルの気絶引かないんだよな。さっきも言ったと思うけど。はい。オッケー。がっつり殴っていきましょうか。はい。打撃。タックルで時間稼いでと。パーセルの瞬間移動まだなんだよな。オッケー。いいね。回るね。はい、必殺アーツ。よいしょ。美味しすぎ。はい。オッケー。さあ、シャロットだけか。タックル来い。よし。オッケーオッケー。さあ、タックル来いって思っとったら、反応できるかもしれん。もう俺反応速度がさ、よぼよぼのおじいちゃんと何ら変わらないんで、通常で返して、タックル来い。よし。そういうことや、みんな。わかったぞ。わかったわかった、みんな。いやあ、それは聞いてない。はい、さよなら。はい、さよなら。打撃。よし、対戦ありがとうございました。私に倒されることを光栄に思うがいい。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は変身未来ご飯使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。いや、強いんじゃないですか、普通に。やっぱ属性相性向こうが、未来パーティー2枚入れれるんですよね、ロゼとポイツと。で、それで、だいぶ上から叩いていけるし、強制交代もすごい強かったし、いいんじゃないですか。射撃の火力もすごく高いんで、今の環境は変身未来ご飯、わりかしマジでありなんじゃないですかね。やっぱ人造人間も多いんでね、パーセル特に。特にパーセルが多いんで、いや、ありだと思います。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、良きドラゴンボールライフを。バイバイ。But you don't even try. Still I'm better with them.